木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空、聞こえるか。今だ、今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと？悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリーンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。 85% 90% フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。戦士として悔いのないように。だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を打って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。こいつはどうだ。宇宙一なんだ。貴様は俺に殺されるべきなんだ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。リリンのことか。リリンのことか。逆はスピードやつ。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。変えてくれその願い。フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに。聞いておったのか悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ俺は一生あんたを恨む。分かった。もう何も言わん。お前がそれほど望んなら。どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様は
この俺の手によって殺されるべきなんだ。